今日はですね、E86 レビンなんですけど、ハンドル操作が効かないということで入庫したんですが、このままではちょっと危険なので、点検しようと思うんですが、どうもこいつが動いてないのでバラしていこうと思います。これですね。折れてる。これがくっついてなきゃダメなのかな。詳細が分かりました。これがまあステアリングのホイールなんですが、こんな感じでついてたのかな。ステアリングをこう切ると、この両方でボタンを押して右左動かしてたんですね。構造上この真ん中の部分はね、穴開いてなくていいのかな。ちょっと軽くプラスチック溶かして溶接したんですけど、細い部分だと接着面が、溶接の面が少ないので全く強度が出ないので、こんな感じでエポキシで埋めてみました。裏はまあマスキングでちょっと押さえておいて、表から流し込んだ感じですね。がっちりですね。エポキシなんで相当強いと思うんですが、一応治りました。終わりました。